僕たちはサイボーグ事業というのをやってまして、でこのサイボーグ事業というのが2つに分かれていて、医療機器事業とアバター事業という2つになります。もともと僕たちがコア技術として生体信号処理技術とロボット技術を持っているというのがありまして、この生体信号処理技術を医療機器の方に転用して、でロボット技術の方をアバター事業というものに転用しているというのがあります。アバターという、一見するとロボット、こちらですね、こちらのアバターがありまして、一見するとロボットなんですけども、これがある種のこうもう一つ の自分の体になると。でこれを遠隔地であるとか自分が行けないような危ないところにこう置いていくことによって、自分がこうインターネット回線経由でこうログインすることができると。そうすると、自分が行けないような遠い場所、危ない場所で、自分はこう、安全なところから操作ができると。で今は主に、そういった背景があるので危険環境にフォーカスしまして、例えば建設現場であるとか発電所であるとか、そういうところで、今こう健康被害であるとか、かなり過酷な環境で作業しているのを、このアバターというものを使うことによって、より就労の、士気を下げていくというようなビジネス展開をしています。なので、僕たちも先日福島の方に拠点を設けまして、これまではこちらの茅場町の東京支所だけだったんですけども、その福島の方で大きい、ロボットテストフィールドというものがありまして、そこのところに入居もしまして、そういった最終的にはこう原発の廃炉事業であるとか、そういう大きな事業を目指して今開発をやっているというフェーズですね。エルティン MMI さんには2017年、まだメンバーが3人で、まだメルタントと呼ばれるアバターっていうのはまだ完成してない初期の段階に投資をさせていただいて、その後一緒に伴走させていただいております。やはり粕谷さん のビジョナリーな視点観点、これは今振り返ってみても先見の明があるというふうに感じますし、それに向かってある意味ブレずに邁進してきていると。結局 AI がどんどん進歩すると、技術的にはもう人間は何もやらなくてよくて、もうロボットと AI に全て任せる世界も作れるといえば作れるわけですね。ただそれを人類としてやっていいのかっていう分類が僕はあると思っていて、なので僕たちがあえてこのアバターというロボットではないアバターを作っている、ここに一つ理由があって、やっぱりこう僕もともとこのメルティンという会社のビジョンでも掲げてますけども、人間の創造性を最大化するっていうのが僕たちのミッションだと思ってるんですね。なので自分は何もやらなくてもよくて、ロボットという他者にこう全て丸投げするっていうのはやっぱりそこはビジョンに反すると思っていて、そうではなくてやっぱり自分がやりたいことを何の苦もなくできる世界にしていく、それが非常に重要だと思ってます。なのであえてこういった遠隔操作が前提の自分で勝手に動かないアバターというのを作っているというのがありますね。我々が投資した以降にですね、いろいろな投資家の皆様が入ってきてくださり、エンジニアの人々が集まって、会社も大きくなって、でお客様もご評価をいただいているというふうに、いい方向に来ているなという実感はあるんですけれども、彼らがより成長していくためにはまだまだ乗り越えていっていただきたい壁というかハードルというか、さらに高みを目指してもらいたいと思っている気持ちは我々にもございまして、今後はやはりお客様の期待に応えて、ニーズに応えて、売上を立てて事業を大きくしていくと、社会に貢献していく、そんな大きな会社になってもらいたいなと、我々投資家として支援できる部分っていうのは力を合わせてですね、事業化を進めていきたいというふうに思ってます。やっぱりこういったディープテックって呼ばれるような、いわゆるこう、インターネットのこうウェブ系ですぐ成果が出るとかではなくて、やっぱり長い研究期間があるけれどもそれに対するリターンが大きいとか、もう未来のこう人間の社会を変えていくであるとか、そういう領域に投資してくださっているのは非常にありがたいと思います。これから日本という国でこう、サステナブルに行くためにも、これから世界を変えていくためにも、こういったところでも投資というのは非常に重要だと思ってますので、非常に感謝しております。